マールベイク駅はブリュッセル市に所在するブリュッセル地下鉄の駅。駅名は消火線マールベイク側にちなむ。1系統及び5系統が運行されている。1969年12月17日にベルギーにおける最初の地下公共交通路線の一部であるプレメトロの路面電車の駅として開業。1976年プレメトロ線は地下鉄に転換された。 路線は後に 1A 系統及び1バイト系統に分割され、2009年4月4日に1系統、5系統に再不満された。2016年3月22日9時11分、2016年、ブルッセル連続爆破テロがマールベイク駅で発生した。爆弾は三両編成の電車の中央の客車で爆発した。列車はマールベイク発アルズ、ロイ、 クンストウェット一機であった。アイソルが犯行声明を出している。ブリュッセル空港でのテロの半時間ほど後に実行された。フラマンゴメディアの VRT は20人が死亡、106人が負傷したと報じている。同日以降、駅は封鎖されていたが、約1ヶ月後の4月25日より利用が再開された。プラットフォームの壁はポルトガルで制作されたアズレージョの 白いタイルで装飾が施されている。ブノワファン・イニスに8枚の肖像画を壁に制作することを依頼した。駅は、欧州議会、欧州連合、欧州委員会、ベルギー政府の観光庁の建物が立ち並ぶことで、知られるリュー・デラローイ、ウェット・ストラットの地下に位置している。出口の一つは、リュー・デラローイ、ウェット・ストラット、また別の出口は、ヨーゼフ2世通りに通じている。 所詮 D、エテルビック、エテルビックス道路への出口もある。その出口は、リューデラローイ、ウェットストラットに通じる橋の下にある。ベルギー国鉄シューマン駅のプラットフォームの入り口が、その出口の最寄りにある。ありがとうございます。